C-123 プロバイダー C-123 プロバイダーは、第二次世界大戦後に作られた、軍用輸送機。太い胴体に、高翼式主翼、リ輪を収納するバルジ、スロープも兼ねる工房型カーゴベイドアなど、その後の軍用輸送機の基本となるスタイルを初めて、取り入れた機体である。もともと、本機は、 アメリカ空軍向けの教習用グライダー XCG-20 として、チェースやクラフト社によって設計された。車内での故障は MS-8A ビトラックであった。1950年代初頭には、XCG-20 を元にして、搭載エンジンが異なる XC-123 と、XC-123A の2種類の、モーターグライダーが開発された。 XC-123A は、J47 ターボジェットエンジンを B-47 と同様の連装式ポッドに収容したものであった。これは、米空軍発のジェット輸送機となったが、最終的に試作機の域を脱せず、生産は1機のみに止まった。一方、XC-123 は、従来の C-46 や C-82 と、 同様のレシプロエンジンである、プラットホイット 2ER-2800 を採用した。XC-123A は生産するには高すぎることが明らかになったが、一方で、XC-123 は空軍に対して優れた印象を与え、5機の量産前生産機が C-123B として発注された。この頃から、 経営資本の異常に伴い、米フェアチャイルド社が製造を行うようになり、1953年10月、同社を主契約者として、293機の C-123B の生産が発注された。同社は当時、C-119 フライングボックスカー輸送機を生産していたが、これは収容人数においては、本機とほぼ同等の能力を有していた。 この契約に基づいて生産された C-123B は1955年より収益を開始した。1956年には C-123B を元に発展させた改良型として YC-134 が開発されたが、これは試作機1機が製作されたのみで量産発注は行われなかった。 また同年には C-136 の開発が発注されたが、これは実機が製作される前にキャンセルされた。1962年には補助推力としてゼネラルエレクトリック J85 ターボジェットエンジンを搭載した C-123K が開発され、183機の -123B が -123K に回収された。なお、 ベトナム戦争では、枯葉剤の散布もいった。出展、エアーヘリテジインク、C-123 k プロバイダー、エアーヘリテジインク。2011年12月23日閲覧。初言性能、今ーの撮影に使用された、C、C-123 k 機種側面部に、ジェイルバードの紋章が入っている、エアアメリカ。ありがとうございます。